じゃじゃーん、話山に来ました。はい、おはようございます。頑張って早起きして8時過ぎか来ました。まあなんて言ったって人がいない間になって竹林を楽しみたいと思って、だからもう眠い竹林見えないけど、から歩いていきましょう。はい、じゃあ竹林行きましょう。いいね、8時半の竹林、それな、こういうとこがあれやんな、人力車しか行けんみたいな、いつか乗りに行きたいね。人いないな。あ、野々宮神社。ちょっと縁結びと神学。めっちゃ並んでます。どれが正面なのかがわからない。なんか、それ正解なの。美味しそう。じゃあ食べよう。うん。それから取る？ちぎって食べてみたら。おお、サクサクやん。あったかい？そうね。一回それだけ食べてみて。これでもさ、全部違うんか、種類が。美味しそうだ。山に行ってきちゃおう。ちょっと持って帰って、先になっちゃった。食事ました。お腹いっぱい。ごちそうさまです。ほんまの、お腹いっぱい。二人でシェアするくらいちょうどいい。そうやな、ほんまにそうやと思う。値段的にもな。でもすごいいい雰囲気やな。本当にすごいいい雰囲気やと思う。
あ、ちょっと人が増えてきたね。うまいな。いいね。すごい緑が。ね。で、この川沿いにある有名なお蕎麦屋さん。うん。食べログ 3.6 らしい。わ。すごく。吉村。十五世帯。いや、レンタルボート借りよう。わー、ちょっと待って、めっちゃむずい。まあ、むずいでしょうね。しかもさ、これさ、うん、俺だけやん、ここのずっと知ってるよ。ずるい。気持ちいい。全然寒くない。数分後。これ水泳と一緒よ。うん、これもな、要は手な、腕ないの、これ。バタフライで、手のひらで水面を掴む。バタフライ掴む。ボートはバタフライ。ボートはバタフライ。おお、すごい。おお、すごい、こんなんあるんだ。ちょっと、あ、すごい。あ、カモがついてってる。食べ食べ。でかでか、顔並べて。え、でか。300円だからね。あ、そうなの。これでかくない。おお。あ、美味しい。キンキン。美味しい。食べる。食べない。キュウリ嫌いやん。こんな可愛い。結構上まで登るんじゃない？ミシャルチケット。可愛い。ほらこれ登っていくん。すごいよ。めっちゃ可愛い。え？ちょっと待って、めっちゃいるやん。小猿。え、めっちゃいるやん。めっちゃいるよ。え、見て、めっちゃ濃い。え、小猿、小猿、ほんまに小猿。こっちもさ、小猿抱えてるやん。本当だ。かわいい。これどうしたん？食べ物じゃないよ。やば。やばい、人間やな、もう。赤ちゃんだよ。あれさ、ちょっと今、枝巻き終わって、ご飯食べてるところです。あ、おー、綺麗。いいじゃん。からな猿。かわいい、おしゃれ。すごい見てる。そしたら食べたい。食べてる食べてる。あ、すごい、中身だけ食べて、ちゃんと。めっちゃおもろいやん。
サンドが。ピョって顔出してる。ふーってやってみて。おー、え、すごい、結構回るやん。ポートレートチーム、わお、めっちゃストロベリー。そうか、1個目ピンク色やったからか。はい、佐賀嵐山駅に移動してきました。今から JR に乗って金閣寺の方に行きます。いいね。金閣寺って、正式名称じゃないって知ってた。正式名称じゃないってどういうこと？通称なの。だってさっき書いてたやん。だから録音寺が正式名称で。あ、知ってる。おお、すげえ。これが入場券だ。すごいな、まあ、キンキン。さて、ここでクイズです。お、現在の金閣寺はどのくらいの金箔が使われているでしょうか。1、2キロ、2、20キロ、3、200キロ。3、200キロ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解は2、20キロでした。そういうのはな、正解一番大きい値にすんねや。レッツゴーみたいな。へえ、今どこ？あ、現在地行きますか。すごい綺麗じゃない、この木の木漏れ日。3やろ。4 5 6 7 8 9 10 11 12 13。楽しんでー。